そういう環境もね、すごくいいかなと思っております。本当に年齢幅があるとですね、コミュニケーションもね、いろいろ取りやすかったり逆に取りやすかったりしてですね、大人の人たちがね、子供の面倒を見てくれたりとか、子供が大人に対する、ね、接し方が分かったりとかっていうことで、いろいろねクラスの中で自然に勉強していくことも多いかなと思っております。それでですね、2つ目のナンバーに行きたいかなと思いますが、ですね、次はですね、8月からですね、去年の8月からパッチャの方でね、スタジオを持たせていただいて、そこにね、新しくインストラクターが入ってくれた永瀬さんのね、クラスになります。スタジオもね、来年で、今年の11月を迎えますね、15周年を迎えることになります。15周年、15年やってるとですね、小学生とか中学校から入ってくれた子たちが大学を卒業したり高校を卒業して社会に出ていきます。その後もダンスを続けてくれる子たちがね、最近すごく多くなって、少しでも地元のダンスシーンにね貢献したいということで、インストラクターに入ってくれる子たちがね増えてきて、本当に感謝しかないかなと思っております。そんな中でですね、女性ダンサーってね、なかなか社会に残ってね続けるって、大人になるとなぜか知らないですけど、子供のうちは女の子のダンスがたくさん目立つんですけど、
大人になってくると男性の方がダンサー多くないですかみたいな意見が飛んでくることもちょっと多々あったりするんですけどね、そんな中でね、男の子っぽいヒップホップじゃないですけれども、を、女性の視点で捉えた、それなりの、解釈で捉えたヒップホップですね、かっこいいヒップホップをね、見せてくれると思いますので、ぜひ期待してください。それでは2つ目のナンバーいきましょう。7つクラスになります。